入国審査をクリアできるか。 OK、 入国完了。入国審査の前に ATK の証明書を再度見せるように言われたんですけど、全然簡単にスルーしましたね。なのでベトナムのディアックさんの14万ドンの ATK でもタイの入国は可能ということが証明されました。つまり、まあ、900円ぐらい検査受けて入国できるって感じですね。いやー、全部すんなり言ってくれた。マジ助かった。オッケー、荷物もゲット。っていうかまだ今日の宿を決めてないんですよね。全然決めてない。今から探す感じですね。どうしよっかな。で、長期予約したのは8月12日からなんで、今日8月8日から8、9、10、11と少しの間ですね、どこかに滞在しなきゃいけないんですよね。まあ、ちょっとこの街の感じとかを少し見てから決めたいなとか思ったんですよ。で、こっからプーケットの都市部に行ったらいいのかな。いやー、空港の ATM マジ高いんよな。でも金が一銭もないんで、とりあえず下ろしました。いやー、いい天気だな。降りた。で、ホテルなんですけど、8月12日からじゃなくてもなんかメッセージを送ったら今日からでも行けるぜみたいな感じで返答が来たんで、今日から泊まれそうですね。で、こっからだいたい歩いて13分か。ちょっとこの辺りの物価が気になりますね。パタヤだと、まあ、50バーツぐらいで飯が食えたんですけど、この辺はちょっと高いみたいな感じのことを聞いたんですよね。やっぱタイに来るとマッサージの呼び込みばっかだね。マッサージの料金ちょっと今見たけど400バーツとかだったわ。高え。なんかパタヤは男の楽園、プーケットは女の楽園っていうか、まあパタヤは男向き、プーケットは女性向きみたいな感じのネットの記事とかありましたね。で、まあいろいろ検索してたら、サーフィンもできるんじゃないかなっていう情報もあったんですよ。僕サーフィン昔ちょっとだけやってた時があって、いや、もしできるんならやりたいなって思いますね。いやー、やりたいな、サーフン。ハロー。どう？パタヤよりは人が少ない。ソンテウもあるんかな？あれ、ソンテウかな？ちょっとこの辺は全然勝手がわからないですね。おお、ブランドの偽物がたくさん。エド・ハーディーとかあったぞ。もうこの辺はマッサージ国やな。あ、でもこの辺は安いっつっても200バーツだね。マッサージ200バーツが今一番安い。ここに30日とりあえず滞在ですね、今回。もう久々にレディーボーイ見てタイだなって思いますね。ちなみに僕はレディーボーイも抱いたことあります。正直に言いますけど、女性も男もやったことありますね。この辺はそういう文化はちょっと薄い気がするな、なんか街の感じ。っていうか今んとここの辺りはバービアっていうものをあんまり見ないね。なんか沖縄感あるな、ここ。ツアーのお店が結構あるね。ツアーでわざわざ行かなくても、自分で現地行って自分でなんかいろいろ体験できるものがあるしね。僕はそんなに金をかけれないんで、今回は。おー、フルーツのなんか市場がある。これいいな。結構遠いな、バス降りてから。まあ、こういうとこガパオライスで200バーツとか取るんだね。ちょっと高えな。もうね、ガパオライスが50バーツって相場が決まってるんですよ。なぜに4倍払わなきゃいけないのかと。面白い街ですね、ここも。しかしそんな人通りはないのに、なんか露店が多いというか、そんなもん売れるんかよっていうものが並んだ店が多いですね。トイレ行きて。マッサージ。
ここを左か。いい感じの山だね。いやまあこれを求めてたんですよ、自然を。パタヤってわりかしなんかそう田舎って感じでもなかったから、まあ、パタヤの中でもやっぱりね、いろんなとこがあると思うんですよ。人が多いとこだったり田舎だったりあると思うんですけど、まあ、プーケットはなんとなくザ田舎って感じがする。まあリゾート地なんでね、リゾート地の雰囲気はあるんですけど、ちょっと外れるとかなり田舎というか東南アジアって感じ。暑いね。しかしこの荷物の移動が大変なんですよ。なんかここは屋台のマーケットかな、ストリートフード、ライブミュージック。ここはなんか夜いろいろありそうですね。重たい荷物が、もうバッグ1個で旅行したい。いや雰囲気いいね、すごく。何もないけど周りに。でさっき海見たら割と綺麗だった。めちゃくちゃ透明かと言われるとそうでもなかったんですけど、透明から見る感じでも青い海というか緑の海、いい感じでしたね。ちょっと後でまたじっくり見てみたい。あちん、まあ、こういう道路も割と渡りやすいですね。パタヤだとこんな車がずっとバーって走ってる感じやけど、プーケットは車の台数とかも少なくていいですね。程よい感じ。なんかパタヤとプーケットの違い、比較みたいなネットの記事があったんですよ。まあさっきも言ったけど、パタヤは男、プーケットは女みたいな感じの記事があって、でまあ物価等々ね、ちょっと見てみないことには一概にまだ比較はできないかなってとこですね、僕的に。パタヤは本当に安いって思えたんで、安く生活しようと思えば安くできると。まあ、プーケットがね、どれぐらいコストを抑えれるかとか、物価が気になりますね、とりあえず。ホテルはプーケットの方が割安というか、コストパフォーマンスはいいですね。あ、これだ。ここやと思うやけど。あ、ヘロ。あ、Airbnb?Yeah. Okay. This one, key outside. Oh, great.So this one, washing machine. Oh, washing machine. Oh. Yeah. Start. Yeah, only. Okay, okay. Oh, so put here. Okay. This key, this Wi-Fi. Wi-Fi now, cash story. Cash story 5, same password. Ah, okay. よっしゃ、ちゃんと個室でしたね。よかった、よかった。なんかホステルって書いてあるから、日本のホステルって個室じゃないことの方が多いんですよね。ドミトリーが多いんで。とりあえず飯食いに行こう。どこにこんな感じで、ちょっと待てよ。まずここにいる。あ、逃げてた。こっちにも上には今おらんか。ここにおるわ。至るところにおるね。いやー面白い。まあここで仕事とかいろいろ疲れたらあれですね、お金の悩みとかあったら猫に癒されるって感じですね。こんな感じでね。まあこの辺はアパートメントも多いですね。長期滞在向けのホテルとかも多いんで、いろんなホテル選び放題って感じですね。ガパオ。ガパオ。No spicy. No spicy. Okay. Chicken. Ah, pork. Pork. Some drink. Coca Cola. Orange. Some beer if you want. Orange.Orange,
あれはもしやムー型かな。219バーツだったらめちゃくちゃ安いけどね、ムー型が。そんなに物価驚くほど高くないね、この辺。言うてやっぱりローカルの人も外食すると思うんで、そんなぼったくり店ばっかりじゃないですね、やっぱりね。やっぱりサーフィンの情報を見てたら、この辺サーフィン結構メッカっていうかできるみたいですね。で、日本人経営のなんかそうダイビングショップというか、まあサーフスポットの紹介とかしてるとこもあって、一回聞いてみるのもありかなって思いましたね。コンビニの中に犬寝てるわ。やっぱり思った、ネットの情報って結構当てにならんくてプーケットの方が物価が高いって書いてあったんですけど、そこら中に東南アジアって店があるんですよ。物価が同じ店っていうのもたくさんあるんですよね。だから高い店もあれば安い店もある。それはパタヤもプーケットも同じなんですよね。まあパタヤが例えば50バーツ60バーツでガパオライスを食べれるとしたら、プーケットでもですね、それぐらいの値段で食べれるとこはあるんですよ。で、逆にパタヤでもその4倍200バーツとか300バーツを取るとこもあったり、まあ海沿いの観光地のレストランとかね、ガパオライスですさすがにそれはないけど、まあ1食300バーツとかに膨れ上がったりするわけなんですね。それはもうパタヤでもプーケットでも同じですね。なんかタイの物価ってそれぐらい振れ幅が大きいから、結構同じような料理でも60バーツ70バーツぐらいのものが、まあ3倍の200バーツ300バーツとかになってたりするんで、ネットに載ってる情報を鵜呑みにして観光地を決めるっていうのはダメだなと思いましたね。実際に自分で行ってみて、いろいろ見てやっぱりわかるもんなんだなーって今回思いました。ヤフーの何でしたっけ？ヤフーの質問箱でしたっけ？なんかあのサイトでパタヤとプーケットどっちがいいですかみたいな質問があってですね。まあ飯はパタヤの方が高いけどなーみたいな感じでドヤ顔で返信してるやつがいて、お前嘘やんけって今来て思いましたね。いや、やっぱダメだね。みんな適当だね。だから多分視点が違うんでしょうね、僕とね。僕は結構もう今ギリギリの生活してるんで、安く済ませよう安く済ませようって思ってるから、安い店が見つかるんですよ、自然と。で、わかる、大体この店安いなっていうのが。タイの場合は値段表を結構置いてあるところが多いから、もうすぐに5、60バーツのお店なんて見つけられるんですよね。だけど一般の人はですね、多分そういうとこをあんまり意識してないのかもしれないな。どうなんだろう。いや、結構簡単なんですけどね。簡単というか分かると思うんですけどね。もしかしたらヤフー知恵袋か、あれの情報が古いんかもしれないですね。あそこに PCR 検査書かれてて、安いですね。2500バーツだから1万円ぐらいで、 ATK だったら1600円ぐらい。めっちゃ安いやん。まあそれに陰性証明書がどうかってとこなんですけどね。ここにあるわ。ここ来よ、今度。うわ、こんなんでも59バーツですからね。めちゃくちゃ安いっすよ。あの辺の山の家とか行ってみたいよね。そこも人が住んでるんですもんね、多分ね。なんか今、通りがかったホテルの値段見たんですけど、1ヶ月6000バーツぐらいって書いてあって、まあ、2万4000ぐらいですよね。まあ、やっぱ安いね、プーケットは。ちょっとここに安そうなカフェがあるんで頼もうかな。ミルクティーブラックパン。このタピオカミルクティーとなんかお菓子で39バーツやから160円ぐらいで、このミルクティーだけやったら25バーツやから100円ぐらいか。安いね、やっぱり。僕の理想はやっぱりカフェ、コーヒーで100円ぐらい。ローカルで100円。で、飯はだいたい200円。ローカルで200円。が理想っすね。よいしょ。実はここにも1匹いるんすよね。これあれなんですね。ここと繋がってるんですね、中がね。すごい仕組みだ。いやー、マジでこのホテルはいいですね。まあ、まずベッドがでかいでしょ。これ縦に寝ても横に寝ても寝れる。で、まあ、収納もあるんですよ。まあ、こんな感じで服とかカバンとか入れといて埃がつかないようにしたり、あとここにハンガーがあって、
で、こっちのベランダにですね、洗濯物を干すと。まあ、落ちたりしないとは思うんですけどね。ちょっと気をつけながら。で、まあ、冷蔵庫があって、で、ケトルもあると。で、あそこにドライヤーがあるんですよね。ドライヤーもある。で、なんといっても洗濯機があるっていうのがすごく魅力的。もういちいちコインランドリー行ったり、ランドリーサービスに出したり、1階に降りて洗濯したりっていうのをしなくていいんで、部屋で完結できるっていうのがめちゃくちゃいい。で、これがですね、節約になるかっつったら、ちょっとね、わかんないですね、まだ。っていうのも、ここのホテルは、光熱費がですね、別途かかってくる仕様でした。で、2000バーツをとりあえずデポジットとして預けて、最終日に電気メーターから料金を推測して、2000バーツのデポジットから引かれるというシステムのタイプなんで、ちょっとどれぐらいそれがかかるかわからないんですけど、まあ、タイでコインランドリー洗濯乾燥しようと思ったら、だいたい80バーツとかかかってくるんですよ。まあ、300円ぐらいですね。まあ、それを思ったら安くなるのかな、どうなんかなっていう感じなんですけど、まあ、とにかく部屋にあるっていうのはめちゃくちゃ便利。気使わなくていいし、もうしたい時にできるし、で、こまめにできると。んで、まあ、トイレ、シャワーも問題なし。洗面台はこんな感じですね。もうめちゃくちゃいいです。これで、だから、28日で3万2000円。で、電気代とか、まあ、光熱費が3000円もかかったとしても、3万5000円ですよね、全部で。めちゃくちゃ安いですよね。海にだいたい1キロぐらいでしたね、さっき。マップで見たら。ちょっと今から行ってみようと思うんですけど。でですね、Wi-Fi の強さをちょっと見てみましょうか。ここの Wi-Fi 結構早いっていう評判があったんで、ちょっと見てみますね。まあ、ダウンロードは80ぐらいかな。ダウンロード80、アップロード74。問題ありません。早い方ですね。めちゃくちゃいい。Wi-Fi も問題ないし、この田舎の風景を見ながら仕事もできると。最高ですね。本当にこのホテル。で、1階に行けば猫がいるんですよ。猫たちが。最高。よかった。来てよかった。ちょっと暗くて見えにくいけど、ここに1匹、こっちに1匹、ここにも1匹。もうメンタリストダイゴも顔負けの猫ちゃんたちだね。ここにもいますよ、ここにも。探せばいろんなとこに、あ、このエレベーターのとこにもいる。ここにもいる。この子はエレベーターによく乗りたがる子。あ、ほんで実はここにもいたんだね。ここにもいた。で、以上かな？ということで、海を見に行きます。多分毎日、海までの道をエープムーブで歩くっていうのが日課になりそう。いやー、でもいつかは、バイクの免許取って、まあバイクでいろんなとこ行ってみたいですね。タイは国際免許が確か通るんで、バイクの国際免許さえ取ってしまえば、レンタルしてね、いろんなとこに行けるんで、ちょっとね、いつかはやってみたい、そういうことも。バイクがあればね、田舎の方とかも自由に行けるんですよね。やりたいな。どうしても歩きとか、公共交通機関だと行ける範囲って狭まるし、夜遅くなったら帰れなくなったりするし、考えて動かないといけないんで、バイクだったらね、時間も関係なく動けるんで、いいっすよね。すっげえ鳩。あ、だんだん海が見えてきました。で、この辺はバービアかな、これ。バービアっぽいね。パタヤと同じシステムなんですかね。ここもなんか夜はバーになりそう。おー、いいね。いいね。おー、飛んでる飛んでる。あれもやってみたいんだよな。いいね、あれね。
いくらなんやろ、4000円ぐらいかな、4、5000円だと思うんですけどね。あのロケスケート飛んでるやつが6000円ね。yeah. ここは砂が硬くて歩きやすい。別にここでエープムーブもできますね。海の音を聞きながらできるね。これスイムヒアーって書いてあるんで、ここで泳げってことかな。この辺だったら泳いでいいよみたいな感じなんですかね。いやプーケットいいね。僕今ここラワイビーチっていうのかな、ラワイビーチにいるんですけど、ここの雰囲気めちゃくちゃ好きっすね。ちょっとアクティビティの勧誘がまあ声かけてくるけど、別に悪意はないんで、パタヤより好きだな。っていうんが、僕は波がある海の方が多分好きなんですよね。僕もともと日本海側の育ちなんで、結構激しい波とかね、冬とか、それを見に海に行ったりとか、まあ、冬にサーフィンしたりとかって結構やってたんで、まあ、ここの波はちょっとサーフィン向きではなさそうなんですけど、やっぱり波があると全然違うね、海って。パタヤの、あのメインの海、パタヤビーチって言うんだっけ。あそこは穏やかっていうか、あんまり波が来てるとこ見たことなくて、でもここはいいね。で、こういうバーがいっぱいあるし、もうちょっと金に余裕ができたら少し飲んだりとかもしたいな。いやーマジで誰か来ませんか、ちょっとプーケット。いやーちょっとおごってくださいよ、ビールを。マジでいいな。この辺一体怪しいな。もう絶対ここはあれだ、連れ出し OK バービア街って感じですね、全体的に。なんか物価をあたりでもこんな風景見たもんな。絶対そっち系の店ばっかりだわ。楽しそうっすね。このムー型が189バーツ、だから200バーツだから800円いかないぐらいですね、ムー型。安い、激安。意味、また5回行くの君は。おお、また5回行くんか。よいしょ。君は何？かわいいね、君は。かわいいね。君、部屋には入れられないよ、さすがに。おお、おお。かわいいね。かわいいね。かわいいね。この子名前なんていうのかわいいね。よーい、いい子、いい子、いい子。ただもらんぞ、君。バイバイ。自分で降りてよ。自分で1階まで降りるんよ。ダメ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 、ここはダメよ。また多分部屋に連れて帰ったら怒られると思うんですけどね。ということで今日はおとなしくしましょう。とりあえず今から動画作って寝ます。早く寝て明日朝早く起きてエープムーブで歩いて、ちょっと体調をね直します。この自然で、この環境で直します。ということで、今回の動画は以上となります。いなくなったかな？おー、入っちゃダメ、入っちゃダメ。あなたダメよ。何してんの、あなた。ちょっとちょっと。ダメダメダメ。みんな5階で待ってるんだね。入れてもらうの。